声の市民新聞6月号皆さんこんにちは。京都市広報課発行声の市民新聞をお届けします。令和4年6月第303号。制作は公益社団法人京都府資格障害者協会。制作協力は朗読ボランティアグループサイズり会です。では、今月号の主な記事のご案内です。まずは、 記事内容についてのお知らせに始まり、新型コロナワクチン4回目接種について、2コマ漫画記事、水害、土砂災害への備え、6月23日から29日は男女共同参画週間、役立ち情報3つけ、今日の子育て頼り、行ってみよう、分割の進すすめ、 京都市のあれこれ教えておくれやす特集京都国際漫画ミュージアムに行くやってみようオンライン掲示板コロナ禍でお困りの皆様へ相談窓口のご案内ウクライナから避難された方への支援をお願いします啓発市長ラジオ出演番組 市公式ホームページ LINE アプリ「京都といつでもコール」「市民新聞の編集・配布に関する問い合わせ」「情報ボックス」今月はこのような内容でお届けします視覚に障害のある方を対象に展示版、文字拡大版、テープ版、c d イジー版も発行問い合わせ 広報担当。電話。二二二の三零九四。ファックス。二一三の零二八六。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い。掲載内容は変更になる場合があります。掲載記事。施設の情報は。ホームページでも閲覧できます。 新型コロナワクチンの四回目接種を実施します。三回目接種から五ヶ月以上経過した十八歳以上のすべての方に接種券を送付します。対象者は六十歳以上の方、十八歳以上で基礎疾患を有するなど重症化リスクの高い方です。なお該当する基礎疾患などは。 受診されている医療機関やホームページで確認対象者で接種券が届いた方から各医療機関やホームページで予約できます対象でない方も今後対象になる可能性がありますので接種券の保管をお願いします随時情報を更新中最新情報はホームページで紹介 京都市ワクチンポータルサイトで検索今月号一面には二コマ漫画記事が掲載されています二つの家族「用意周到家」と「なんとかなる家」それぞれにテレビ画面を前にしての会話の様子ですテレビ画面には 「大雨情報○×丸抜学区に避難指示発令」という文字があり男性アナウンサーが内容を伝えています6月のある日市内で集中豪雨が発生それぞれの家族は1コマ目用意周到家ピンポンピンポンピン スマホ画面を見ながら母親「役所から丸松小学校への避難指示のメールが来たわ」「うちの家は平屋で浸水の可能性があるから危険よね」「災害に備えたスケジュール表を手にした父親」「そうだね用意していた持ち出し品を持って避難場所に行こう」 二人の様子を見ながらの男の子のつぶやき。用意周到だ。二コマ目、なとかなるけ。テレビ画面を見ながら父親。えうちの学校に避難指示家の浸水の危険性はどうすればいいんだ テーブルに肩ひじをつきながら母親、慌てて避難しなくてもいいんじゃない？きっとなんとかなるよ。二人の様子を見ながらの女の子のつぶやき、本当になんとかなるの？あなたはどちらの家族に近いでしょうか？ それぞれの家族の行く末は2、3面に続く起こる前にやろう。水害、土砂災害への備え。集中豪雨の発生や大型台風の接近などがあった際、あなたは自分や大切な人の命を守れますかわからない。なんとかなる。と思った方もいるのではないでしょうか。いつ来てもおかしくない災害に向けて、 今できることは事前の備え。今回はある2つの家族の災害時の行動を通じて備えの大切ななどについて紹介します。問い合わせ防災危機管理室電話222-3210ファックス212-6790避難行動編用意周到家家あらかじめ決めていた安全な道を徒歩で避難する用意周到家 日頃からハザードマップで浸水想定区域や避難場所などを確保していたため、素早く安全に避難することができています。なんとかなるけ、いえ。一方で遅れて避難を開始したなんとかなるけ。避難場所までの経路を日頃から確認しておらず、増水した慣れない道を歩くことに。道路の側溝やマンホールが泥水で隠れていて、溝にはまるなど、 安全に避難することができていません。それぞれイラストが掲載されています。地域の危険性を確認しよう。水害ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、河川の氾濫による浸水、土砂災害の恐れのある場所や指定緊急避難場所などを記した地図、水害ハザードマップが掲載されています。一口メモ、地震ハザードマップ、 地震による被害予測や指定避難所などを記した地図。なお、各ハザードマップは区役所、市所などで配布中。ホームページにも掲載。避難行動を決めておこう。ハザードマップでは自宅のある場所に色が塗られているいいえの場合、避難不要。はいの場合、災害の危険があるので原則として自宅外に避難が必要。 例外として、浸水の危険があるとき、次の2つを満たす場合は、自宅にとどまり安全を確保することも可能。居室が浸水する深さよりも高い場所にある。洪水により家屋が倒壊、または崩落してしまう恐れの大きい区域ではない。土砂災害の危険があるとき、頑丈なマンションなどの上層階に住んでいる場合は、 自宅に留まり、安全を確保することも可能。安全な場所に住んでいる親戚や知人はいるはいの場合、親戚宅や知人宅に避難。家の場合、指定緊急避難場所に避難。一口メモ、垂直避難。災害時に安全な場所を確保するため、垂直方向に避難すること。 水害の際は、高所階への避難も考えておくことが大切です。鉄骨4階建ての場合、浸水深3メートル、3階に避難。木造2階建て、浸水深0.5メートル、外に出ず2階に避難。避難のタイミングを知ろう。市では避難情報を学区単位で発令。緊急速報メールやテレビなどでお伝えします。 自分の住んでいる学区をホームページなどで確認しておきましょう。高齢者等避難。危険な場所から高齢者や障害のある方などは避難を開始。避難指示。危険な場所から全員避難を開始。避難場所編。用意周到家。飲料水や食品などの非常持ち出し品を用意していた用意周到家。 避難場所で手に入れることができない薬なども用意していたため大きな困りごとなく過ごすことができています。なんとかなるけ。一方で非常持ち出し品を用意していなかったなんとかなるけ。避難場所で自分たちの欲しいものが手に入らず困っています。市が用意する公的備蓄では被災者の欲しいものがすべて用意されているわけではありません。それぞれイラストが掲載されています。 非常持ち出し品を用意しよう。飲料水、調理不要の食品、紙コップ、紙皿、割り箸などの食器類、衣類、下着類、軍手、懐中電灯、電池、携帯電話、充電器、乾電池式、マスク、アルコール消毒液、体温計、常備薬など、イメージが写真で掲載されています。ポイント。 すぐに持ち出せるようリュックなどに必要最低限のものを用意しておきましょう。一口メモ食品と飲料水の備蓄地震などの災害が発生し物流が止まると一時的に飲食物が不足することがあります。市では地震などの被災者用に一定量の備蓄をしていますが各家庭の状況に応じた備蓄が大切。 最低3日から1週間分は家庭で日頃から備蓄しておきましょう。指定緊急避難場所では次の物品を備えています。授乳や着替えなど、プライバシーを保護するためのマジキリテント、新型コロナウイルス感染症対策などに役立つ段ボールベッド、災害情報などを得るための災害用の無料 Wi-Fi など、 なお、避難場所は地域の有志の方が運営みんなで協力して過ごしましょう。祈願室などの写真が掲載されています。事前に作っておこう。マイ・タイムライン作成することで水害、土砂災害に備えて自分自身が取るべき行動を事前に確認できるスケジュール表。なお、地震用もあり区役所、支所などで配布中。 ホームページからも作成可能。作り方の動画をホームページで公開中。それぞれホームページの一部が掲載されています。なんとかなるけのコメント。なんとかならなかった今回の経験を踏まえ、我が家でも事前の備えを始めます。皆さんも一緒に今から備えましょう。用意周到けのコメント。 市で公開している防災情報を集約したホームページが災害への備えを考えるのに役立ちました。参考にしてみてくださいね。防災ポータルサイト。ハザードマップや学区の情報だけでなく、次の情報も閲覧できます。マイタイムライン。風水害、土砂災害や地震に備えた保険の加入。ペットの避難。市内の浸水履歴。 大雨や地震などの過去の災害記録市内の防災を担う団体の活動などホームページはこちら QR コードが掲載されています6月23日から29日は男,女共同週間男だから女だからそんな固定観念による生きづらさを感じている方はウィングス京都へ。 こんなことありませんか夫または妻、恋人からひどい暴言を浴びせられる。義理の親から子育てについてうるさく言われる。夫または妻が勝手に子供を連れて出て行った。そんな時はウイグス教徒に相談を。専門の相談員が、 あなたの悩みを丁寧にお聞きし、問題解決のためのお手伝いをします。受付時間10時から17時。火曜は20時まで。なお水曜、日曜、祝日は休み。会場、ウィングス京都。中行区、東野湯院、六角下がる。料金無料。申し込み、電話で。 ウィングス京都電話相談者からはこんな声が「誰にも理解してもらえなかったことを親身になって聞いてもらえたので気が楽になった」「助言のおかげでもやもやした感情が整理でき問題の解決につながった」 コロナ禍でお困りの女性専用窓口も、つながる相談室。日常の変化にしんどさを感じている女性のための相談窓口。専用電話、電話275-0280。受付時間10時から17時。水曜、日曜、祝日は休み。 対象、市内に在住か通勤通学の女性。なお、対面相談あり。予約方法はホームページで紹介。相談の例。一つ、アルバイトのシフトが減らされ、来月の家賃が払えない。一つ、引きこもりになってしまい、生活費が捻出できない。 このような相談に対して、必要な支援を相談者と一緒に考え、支援金制度や専門のコールセンターなどを紹介します。京都のアイドル、京の司ちゃんは、このほか催しなどで性別による人権侵害を受けた場合は、電話222-8124にご相談ください。専門員が調査し、 必要に応じて相手方に是正の要望などを行います。と言っています。こんな催しも、みんなで考える男女共同参画講座、時6月28日14時約1時間半、会場ウィングス京都、対象18歳以上、料金無料、 申し込み、電話でまたはホームページから6月21日までにウィングス京都へ先着順問い合わせウィングス京都電話212-8013ファックス212-7460役立ち情報見 みっ,けみっけくんが言っています。生活に役立ついろんな情報をお届けするで。速報。6月13日から30日、区役所、支所に市民税臨時窓口を開設。課税内容に対する質問を受け付け、要納税通知書、 または本人確認書類が必要です。問い合わせ、市税事務所の各市民税担当。国民健康保険の減免、対象。退職や廃業などにより、令和4年の所得が前年よりも大幅に減少する見込みの方。 新型コロナウイルスの影響を受けた世帯に対する特例減免制度も対象主たる整形維持者が新型コロナウイルスにかかり重症を負った世帯保険証に記載されている世帯主の令和4年の収入が前年よりも30%以上減少した世帯ほか問い合わせ 区役所、所、支保険年金課空き家相談員による不動産無料相談時13時半14時20分15時10分40分間上行左京中行山科区役所深草第五支所7月5日 北、下行、右京、伏見区役所、7月7日。申し込み問い合わせ、京都いつでもコールに確認の上、6月15日から開催日の5日前に、先着順。市、シルバー人材センター、堀川、今出川事務所が移転。 新住所、北区小山南大野町。電話334-6767。ファックス、334-6769。問い合わせ、健康長寿企画課。電話746-7713。ファックス、 222-3416地図が掲載されています。地下鉄倉間口駅の北市名通りを西へ行ったところにあります。京都教育大学附属中学校より少し東です。6月10日から 今日安心スマイスセンターが移転。新住所、下行区河原町五条下がる東側、人町交流館京都。現住所、中行区唐妻お池南東角アーバネックスお池ビル西館での業務は6月7日まで。問い合わせ、住宅政策課 電話2 2 2 3 6 6 6クス二2 2 2 3 5 2 6地図があります。河原町五条から東側を六条通り近くまで南へ下がります。人町交流館京都 京都駅からも近くです。各相談窓口の電話番号も変更。ホームページで確認してなぁ。とミッケ君がつぶやいています。今日の子育てだより。児童手当に関するお知らせ。 4年度から現況届の提出が必要な方は別途案内特別給付児童1人当たり月5000円支給について4年10月支給分から支給要件に所得上限額を設定詳細はホームページを確認 京都市児童手当で検索または QR コードが掲載されています。問い合わせ子ども家庭支援課分室電話251-1123ファックス251-1132ひとり親家庭支援センター 郵便番号606-0846左京区下鴨北野上神町26北山ふれあいセンター電話708-7750ファックス708-7833時間10時から18時 休み、火曜、祝日。対象、一人親家庭の親。家父、料金無料。エクセル講座。IF 関数や VLOOKUP 関数。なお、各講座の時間はホームページで紹介。 QR コードも掲載されています。時7月17日申し込み電話で6月1日から7月3日に同支援センター多数抽選に就職情報セミナー時7月29日13時半約2時間 会場ハローワーク西陣、カラスマお池庁舎、中行区カラスマお池北西角、申し込み電話で、6月1日から7月15日に、同支援センター、多数抽選、一人親家庭自立支援、給付金事業などを拡充、 申し込みホーームページを確認自立支援教育訓練給付金事業対象ひとり親家庭の親で厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講する方その他要件あり支給費上限160万円下限1万2001円 ここが変わりました。支給上限額を80万円から160万円に増額。高等職業訓練促進給付金等事業。対象、一人親家庭の親で、看護師、保育士などの資格取得のために、 要請期間で6ヶ月以上就業する方、その他要件あり、支給額、ホームページを確認。ここが変わりました。対象となる就業期間を1年以上から6ヶ月以上に短縮。対象となる資格を民間資格にも拡大。 一人親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業対象同試験に向けた講座を受講する一人親家庭の親かその子供その他要件あり支給額ホームページを確認ここが変わりました終了時給付金 合格時給付金に加えて、受講開始時給付金を新設。このほか医療費支給や日常生活の支援なども実施中、詳細はホームページをご覧ください。QR コードも添えて、市の職員さんが紹介しています。京都市、ひとり親家庭支援。 で、検索。問い合わせ、区役所、支所、子供、も育み室。行ってみよう。子育て応援施設編。子育てについて気軽に相談できたら、そんな悩みを抱えている方や、子供と遊べる場所を探している方におすすめの施設があります。早速行ってみよう。子供未来館。 郵便番号604-0883中京区愛の町竹屋町下がる電話254-5001ファックス212-9909時間9時から21時日曜祝日は17時まで 休み、火曜、祝日の場合は翌平日。子育てに不安や悩みを持つ方の支援をしています。子育てに関する相談や保護者同士の交流ができる施設、保育士や助産師等による子育てに役立つ講座や親子で楽しめる催しなどを実施しています。 大型遊具がある子供元気ランドや子育て図書館も写真が掲載されています子育て図書館子供元気ランドの時間はホームページを確認なお同ランドはホームページから要予約 QR コードも掲載されています4枚の写真で中の様子が 掲載されています。催しに行ってみよう。子育ての井戸端会議。時6月5日9日25日27日10時から11時半6月16日7月4日13時半から15時対象乳幼児 25日は多た児と保護者。いつかは父親のみ。妊婦。25日は多た妊婦と家族。料金無料。申し込み不要。子育て図書館の催し。絵本の読み聞かせや手遊びほか。 なお、各催しの日時対象は、ホームページで紹介。時、6月17日、26日、料金無料、申し込み、電話で、6月1日から、同図書館、電話25、254-8181、先着順、子育て講座、 ベビーマッサージやリズム運動ほかなお各講座の日時対象料金はホームページで紹介時7月4日6日15日16日29日10時半約1時間申し込みホームページを確認の上6月20日までに多数の場合抽選 今日の司ちゃんは QR コードの書いたページを紹介しながら催しの詳細はこちらからと言っています「分割のすすめ」「茶道や華道のほか急須を使ってお茶を入れる」「季節感のある花を飾る」など暮らしの中にも息づく「文化活動」「分割」 ここでは、分割に関する催しを紹介します。苔むすテラリウムの魅力点。ガラス容器の中で植物を育てるテラリウム。LED ライトの光と水だけで何年も生き続ける苔は、その小さな空間に一つの庭を作っていると言えます。近代日本庭園の傑作と称されるムリーアンの庭園とともに、 限られた空間の中で自然と人の技術が織りなす景色をお楽しみください。時、6月1日から30日、9時から18時、1日は12時から30日は12時まで。入場は17時半まで。会場、無林庵、先奥南禅寺草川町。料金は入場料が必要です。 小学生以上600円。お申し込みは不要です。問い合わせ先、無臨案。電話、ファックス。771-3909。旧三井家下鴨別邸紫陽花園。無料開放。近代和風建築として重要文化財に指定されている同別邸。6月は、 敷地内の庭園に咲くアジサイが見ごろを迎えます。梅雨の時期にこそ美しく咲くアジサイを見に足を運んでみませんか時6月18日と19日10時から15時会場は同別邸、左京区下鴨宮川町申し込み不要です。なお館内に入る場合は 入場料が必要です。一般500円、中学、高校生300円、小学生200円。色とりどりの紫陽花があなたをお出迎え。館内では紫陽花にちなんだ京菓子と抹茶、有料も楽しめますよ。問い合わせ先、旧三井家下鴨別邸、電話366-4321、36ファックス 708-8321つかさと学ぶ京都市のあれこれこのコーナーでは好奇心旺盛な大学生、京のつかさが市の取り組みを取材、その内容をお届けします。つかさから一言子育ても一段落したし、地域の子供のために何かできることはないかなと思ったことはありませんか そんな思いを実現できる制度がファミリーサポート事業。どんな制度なのか早速調べてみました。ファミリーサポート事業。子育ての援助を受けたい人、お願いさんと子育てを手伝いたい人、おまかせさんが会員となり、育児を助け合う制度。会員の資格はお願いさんが 市内に在住か通勤の12歳以下の子供の保護者、妊婦。おまかせさんは市内在住の18歳以上、その他要件があります。報酬額は平日7時から19時は1時間700円。それ以外の時間は1時間900円。おまかせさんの仕事。保育園や幼稚園などの送り迎え。 放課後や学童クラブ終了後の預かりなど事業の流れはお任せさんは京都市ファミリーサポートセンター支部へ登録をしお願いさんの紹介を受けますお願いさんは同じく登録援助の申し込みを京都市ファミリーサポートセンター支部へしますお任せさんの紹介をしてもらいますお願いさんとお任せさんの間は 報酬の支払いと援助活動の提供が行われます。お任せさんは空いた時間に自分のできる範囲で支援が可能となります。興味が湧いた方はこちらへ。ファミリーサポート事業説明講習会。時6月24日9時10分から約7時間半。会場は京都アスに 中京区丸田町七本松にシール。対象は自宅で子供の預かりなどの育児援助ができる18歳以上。高校生はできません。料金は無料です。お申し込みは事前にファミリーサポートセンター南区東九条東三農町電話682-6238にお電話の上。 6月1日から17日の間に同センターへ来所してください。先着順です。問い合わせ先、育成推進課、電話、746-7610、ファックス25、251-2322。教えておくれやす。市広報マスコット、ミッケからの一言です。市場アンケート。 先月号の感想応募総数130通。前月の人気記事は、関東特集、学ぼう、生物多様性、1面から3面の掲載でした。身近な生き物、草花について改めて考えるきっかけになった。自宅で希少な植物を育てる制度に興味を持った。よく知っている植物なので育ててみたい。 生物多様性が失われることで生じる日常生活への影響についてもっと具体的に紹介してほしかった。大三サ魚くんから一言。オイラの記事を読んでくれてありがとう。できることから始めたいという声も届いて嬉しかったよ。マイボトルの持参など日常生活の中でできることはたくさんあるからぜひ実践してみてね。 つかさと学ぶ京都市のあれこれ、雨庭、斜面。よく見かけていたが、多くの機能を備えていることを知り驚いた。雨庭は自然を上手に使った仕組みで、防災に役立つだけでなく、通行人の目を楽しませてくれるため、ぜひ増やしてほしい。今日のつかさから一言。 雨庭のメリットについて知ることができて良かったという声が届きました。景観と調和しながら防災にも役立つ雨庭。少しずつですが、今後も市内各所で整備を進めていきます。今月後の感想をお寄せください。厳しい意見もぜひ、回答者の中から抽選で、歌詞、両風詰め合わせ、高野屋貞弘、 を10人に認定します。応募方法は、はがきかファックスに、住所、氏名、年齢、今月号で関心を持った記事、持たなかった記事とその理由を明記して、またはホームページから6月12日までに必着、応募してください。郵便番号604-8571、住所不要です。 京都市広報担当宛て、ファックス番号213-0286。いただいた感想は、紙面上で紹介する場合があります。インターネットからは、市民新聞、教えておくれやすで検索してください。豪華商品が当たるお年玉企画があります。5月から12月の毎号、紙面のどこかに文字を持った、 ミッケかわがはいまたはきょうのつかさが隠れています12月号のアンケートでその8文字を並び替えて完成した言葉を回答いただくと抽選で10人に豪華な景品が当たります「特集京都国際漫画ミュージアムに行く」。 日本で唯一の漫画学部を持つ京都聖火大学と共同で運営する同ミュージアム開館以来博物館と図書館の機能を持つ日本初の漫画文化の総合拠点として漫画に関する資料の収集や公開などを行っていますそんな同ミュージアムは屋内で楽しめて 梅雨の時期のお出かけ先としても魅力的おや京の司ちゃんが行こうとしているみたいです京都国際漫画ミュージアムを案内するのは広報キャラクターの京の司とイラストで描かれた女性烏丸美羽の二人です烏丸美羽漫画が大好きな大学3回生 同ミュージアム PR キャラクター二人が案内する漫画ミュージアムの中の場所や施設ごとにその説明とともに関連した写真が掲載されています今日のつかさある日市内を散策中あ、漫画ミュージアム実は行ったことないし今日はいい機会かも 入ってみよ「京都国際漫画ミュージアム地下鉄烏丸大池駅2番出口」「時間」「10時半から17時半」「入館は17時まで」「休み」「火曜」「水曜」「祝日」の場合は翌・平日」 7月19日から8月24日の火曜、水曜は除く。入館料、一般900円、中高生400円、小学生200円、小学生以下のみの入場は不可。元辰池小学校の校舎を活用。今日の司の吹き出し。 わあ、小学校みたい。芝生の上で館内の漫画が読めるんや。ええー、なあ。さっそく中に入ろう。メインギャラリー。今日のつかさの吹き出し。わあ、漫画がいっぱい。あ、みうちゃん。カラスマみうの吹き出し。あれ、つかさちゃん、来るのは初めて 壁一面には各時代の名作漫画がずらりそして中央には漫画とは何かをひも解く展示もあるのよ他にも面白いスポットがあるから案内するね漫画家の手今日のつかさの手吹き出しうわあ手がいっぱい烏丸美悠の吹き出し 来館記念に石膏の手形を残されている漫画家さんもいるのよさあ次は本に埋もれてもらうよ所蔵している資料は約30万点読み物がたくさん漫画の壁1階から3階の廊下に設置今日の司の吹き出し これだけあると何を読むか迷っちゃう。カラスマミウの吹き出し各階にある書家、漫画の壁には約5万冊の漫画が何を読むか迷ったらまずはエムナビをチェック映像化した作品などさまざまなテーマを設けて漫画を展示しているのよ漫画の壁エムナビ 困った時の特集棚 M ナビ」「子ども図書館」「絵本など約3,000冊が配下今日のすかさの吹き出し」「漫画だけじゃなくて絵本もたくさん」「これは小さなお子さんと来ても楽しめそうですね」「からすまみゆの吹き出し」「他にもこんな場所があるのよ」 地下収蔵庫入れません江戸時代のギガや週刊少年誌の各号など約25万点の資料を収蔵これらはデータベース化されどんな資料があるかをホームページで検索し18歳以上の方であれば利用登録の上閲覧することができます辰池歴史記念室 三羽の吹き出し辰池小学校時代の写真やその頃の教科書などが展示されているのよ小学校の面影は館内の至るところで目にすることができます校長室も残されており現在は地元の方の会議スペースなどとして活用されています烏丸美羽の吹き出し まだまだある。漫画を読むだけじゃない。楽しみ方はいろいろ。聞いて楽しむ。子供から大人まで大爆笑間違いなし。MM 紙芝居。時、土曜、日曜、祝日の12時、13時半、15時、約30分。料金、 要入館料申し込み不要先着順見て憧れる漫画工房漫画の描き方の実演時土曜日曜祝日の11時から17時料金要入館料申し込み不要 男性ののの漫画家の方の吹き出し下書きからペン入れまで一連の作業をお見せします「来館の記念に似顔絵コーナー時土曜日曜祝日の11時から17時料金ホームページを確認申し込み不要先着順」 女性の漫画家の方の吹き出し私たち作家が漫画やアニメ風の似顔絵を描きます期間限定イベント描く人谷口次郎展時6月2日から8月29日料金要入館料申し込み不要 今日のつかさのさ吹き出し「思わず見とれる原画を見られるなんてこれは必見です」光年「光年光年の森」の原画の写真が掲載されていますミュージアムショップ「今日の司の吹き出し」「わあショップにグッズがたくさん」「烏丸美羽の吹き出し」 オリジナル絵はがきや所蔵資料が掲載されている書籍など約3000点のグッズを販売私のグッズもあるのよいつもいるから遊びに来てねマスコットキャラクターのマミュウもいるよ一口メモ漫画ミュージアムの役割 漫画ミュージアムは漫画の収集や公開のみならず研究活動、人材育成、クリエイター支援の役割も担っています漫画の歴史や表現方法などの研究子供向けの漫画作画教室プロの編集者に相談できる漫画出張編集部など様々な取り組みを実施今後も これらの活動を通じて漫画文化の発展はもちろん新たなコンテンツ産業の創出などにも寄与する施設として取り組んでいきます問い合わせ同ミュージアム電話254-7414ファックス254-7424特集 京都国際マンガミュージアムに行く、でした。やってみよう。プロスポーツ選手が教える手軽な運動編。運動には病気の予防だけでなく、心身の健康を保つなど、健康増進の効果もあります。ここでは京都にゆかりのあるプロスポーツ選手が 一人でもまた室内でもできる運動を紹介。体を動かして心身ともにリフレッシュしませんか今回運動を紹介してくれたのは、京都ハンナリーズ小室隆弘選手。背番号56、ポジションスモールフォワード。今回二つの運動が紹介されています。一つ目、 タオルプル1、タオルの両端を手で握り頭の上に上げる2、タオルを外側に引っ張りながら頭の後ろ側に下げる胸を張り背中が丸くならないように意識しましょう3、タオルを外側に引っ張った状態で頭の上に上げる4、2、3を10回 3セット繰り返すこんな効果が肩甲骨周りの筋肉を伸ばすことで肩こり改善の効果があります2つ目エルボーレイズ1腕を前に出し肘を体の内側に曲げて体の前でボールを挟むボールがない場合はクッションなどでもできます 2ボールを挟んだまま肘を上に動かす312を10回3セット繰り返すこんな効果が肩甲骨を動かすことで肩甲骨周りの筋肉が柔軟になります写真が掲載されています小室孝弘選手の上半身の写真と そして2つの運動をしている小室選手の実技の写真がそれぞれ2枚ずつ4枚掲載されています。写真説明終わり。問い合わせ市民スポーツ振興室電話222-3134ファックス213-3367オンライン掲示板 ミッケの吹き出しです。ここではお家から参加できるオンラインの取り組みを紹介するで「お家でエコかさづくり」時「時6月4日から7月18日」「料金1,430円」「ベッド用手数料」「申し込み問い合わせ」「ホームページから」 6月1日から26日に宮古エコロジーセンター電話641の0911、ファックス641の0912先着順です。写真が2枚掲載されています。1枚目キットの内容を示した写真です。 再生可能な素材でできたキットが自宅に届きます。2枚目、男の子が得意げに開いた傘を持った写真です。自分だけのオリジナルの傘を作ろうと言っています。写真説明終わり。ペットのための就活講座時、6月18日10時から約1時間半。 料金無料申し込み問い合わせメールで5月25日から6月8日に動物愛護センター電話671-0336ファックス671-0338メール kateidoubutsu 我が輩は猫の吹き出しです」「入院などによりペットの世話ができなくなった時に備えて預かってくれる施設などを紹介」「ぜひ参加してほしいのである」 コロナ禍でお困りの皆様へ、相談窓口のご案内、住居確保、料金減免など、内容、対象、受付時間、土曜、日曜、祝日は休み、問い合わせ先は次の通りです。緊急小口資金特例貸付。 緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯総合支援資金特例貸し付け日常生活の維持が困難となっている世帯京都市住居確保給付金による家賃支給住居を喪失している方または喪失する恐れのある方 受付時間はいずれも9時から16時問い合わせ先はいずれも新型コロナ感染症にかかる貸付給付総合窓口電話354-8748354-8776ファックス354-8737 生活困窮者自立支援金総合支援資金特例貸付の再貸付が終了または不承認となりさらなる貸付を利用することができない世帯など9時から16時市自立支援金事務局電話366-5345ファックス366-5346 住民税非課税世帯などに対する「臨時特別給付金。令和3年度住民税非課税世帯」新型コロナの影響で家計が急変し住民税非課税相当と認められる世帯9時から18時市臨時特別給付金コールセンター電話「0 1 2 0 5 1 0 0 6 8 市営住宅の提供解雇により社宅などの退去を余儀なくされた方9時45分から12時13時から16時半住宅供給公社電話223-2701ファックス256-8060国民年金保険料の減免 保険料の納付が困難な方8時半から17時15分年金事務所後期高齢者医療保険料の減免保険料の納付が困難な方9時から17時区役所支所保険年金課介護保険料の減免保険料の納付が困難な方9時から17時区役所支所保険年金課 健康長寿推進課。国民健康保険における傷病手当金。新型コロナ感染などにより働くことができなくなった給与所得者。8時45分から17時半。保険年金課。電話213-5861。FAX213-5857。ファックス 後期高齢者医療制度における傷病手当金。新型コロナ感染などにより働くことができなくなった給与所得者。8時45分から17時半。保険年金課、電話213-2993。FAX213-5857。個人市民税の減免。個人市民税の納付が困難な方。 8時時45分から17時市税事務所の各市民税担当国民健康保険料の減免については4面に掲載その他対象要件あり区役所支所への問い合わせについて京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当 京都新型コロナ後遺症相談ダイヤル開設中症状や体調に関する相談に看護師が対応電話414-5338受け入れ支援のための寄付金寄付金控除を受けられる口座も開設中 手続きなどの詳細は、ホームページをご確認ください。住居などの提供、通訳・翻訳ボランティアを募集しています。京都市国際交流協会で検索。啓発6月1日から7日は、HIV 検査普及週間。 一度検査を受けてみませんか。6月1日から7日は水道週間。今年の標語は、大切な水と一緒に暮らす日々。市不民税第一期分の納期限は、6月30日です。期限内の納付をお願いします。6月は環境月間です。 節電やマイボトルの持参など環境に配慮した行動を心がけましょう若者の間で大麻の使用が広がっています正しい知識を持って勧誘されても断りましょう今年も関西電力株式会社に対して脱原発依存や 発電事業の脱炭素化などの株主提案を実施します。市民新聞の制作費8500万円のうち約9割、7400万円を広告料収入で賄っています。金額は概算。市民新聞一部あたりの公費負担額は0.7円です。 市長ラジオ出演番組 FM 京都 89.4MHz メイヤートークス京都6月25日土曜10時15分頃から約10分間 KBS 京都 1143kHz 大作秀樹の大好き京都6月25日土曜11時30分頃から約10分間なお 放送日時は変更になる場合があります。最新情報は市公式 FacebookTwitter の「公式京都市情報館」をご覧ください市公式ホームページ「京都市情報館」で検索「Facebook 版 Twitter 版」それぞれのページで「公式京都市情報館」で検索 ラインアプリで市政情報を気軽に入手「京都市 LINE 公式アカウント」で検索「京都いつでもコール」コロナ禍での生活支援制度や市の手続き制度施設催しに関する申し込み問い合わせにお答えする窓口年中無休受付時間電話8時から21時 ファックスメール24時間おかけ間違いにご注意ください電話661のみなここ3755ファックス661のご用はここ5855ホームページ「京都いつでもコール」で検索市民新聞の編集・配布に関する問い合わせ 編集について、広報担当、電話222-3094、FAX213-0286。配布について、お住まいの区の区役所、支所まちづくり推進担当。北区、電話432-1208、FAX441-3282。上行区、電話441-5040。 ファックス441-2895左京区電話702-1029ファックス702-1303中京区電話812-2426ファックス841-8182東山区電話561-9114ファックス541-7755山品区 電話592-3088ファックス502-8881下行区電話371-7170ファックス351-4439南区電話681-3417ファックス671-9653右京区電話861-1264 ファックス八871-0501西京区電話381-7197クス三391-0583落西支所電話332-9318クス三332-8187伏見区電話611-144クス六611-0634 不確支所電話642-3203、3 3ファックス六6 4 1 0 6 7 2第五支所電話571-6135、ファックス五5 7 1 2 6 7 3情報ボックス。情報ボックスの模様等に申し込むときの注意は次の通りです。突起がある場合を除く。 はがき、ファックス等の記載事項は、1、模様指名、コース名等、2、複数の開催日、開始日、時間がある場合は、希望日、時間、3、郵便番号、住所、4、氏名、振り仮名、年齢、5、電話番号、ファックス番号、メールアドレス。申し込みは、1人1通、1通につき1人、 市内在住の方対象。往復はがきの場合は、返信用の表面にも、郵便番号、住所、氏名を。保育、要約筆記、ヒアリングループ等が必要な場合は、その有無を問い合わせてください。情報ボックスは、原則6月5日以降に開催する市が主催、共催の催し等を掲載しています。 模様は悪天候、災害等による内容変更の場合があります。文中では所要時間はおよその時間、氏名は継承略です。一部、障害のある方や小中学、高校生等への割引、無料を含むがあります。インターネット環境がない方は問い合わせ先へご連絡ください。 オンラインからでも参加できる催しがあります。文中ではオンラインありとお伝えしています。市の各部署の所在地は、突起のない限り、中行区寺町を行き上がる地下鉄市役所前駅上です。市役所閉庁日は次の通りです。一部を除く。6月は4日土曜、5日日曜、11日土曜、12日日曜、 18日土曜、19日日曜、25日土曜、26日日曜です。7月は2日土曜、3日日曜、9日土曜、10日日曜、16日土曜、17日日曜、18日月曜、23日土曜、24日日曜、30日土曜、31日日曜です。 講座教室。京都アスに郵便番号604-8401。中京区丸田町七本松西入。電話812-7222。ファックス803-3017。開館時間は9時から21時。日曜祝日は17時まで。休館は火曜。祝日の場合は翌平日。 お知らせは3つあります。1つ目は、アスニーキッズシネマ。ドナルドの海水浴ほか。時、7月9日14時から1時間20分。料金無料、申し込み不要、先着順です。2つ目は、アスニーコンサート。ピアノによる二重奏。時、7月16日14時から2時間。対象は、小学生以上。小学生は保護者同伴。 料金一般1200円、小中学高校生800円、申し込みは電話でまたはホームページから7月15日までに今日と明日にへ先着順です。3つ目は明日にシネマ、個人生活、時7月23日10時と14時、それぞれ1時間40分、料金無料申し込み不要先着順。 ラボール学園パソコン講座ワード入門やズーム機能活用ほかなお各講座の日時料金はホームページで紹介しています時7月2日から27日会場同学園中行区四条御前に仕入るラボール京都対象は市内に在住か通勤通学の高校生以上夜間中学生は参加か申し込みは ホームページを確認の上、6月3日から先着順です。問い合わせ先、共生社会推進室、電話222-3091、FAX366-0139、警官町づくりセンター、郵便番号600-8127、下京区河原町五条下がる東側、 人町交流館京都。電話354-8701。ファックス三3 5 4 8 7 0 4開館時間は9時から21時。日曜祝日は17時まで。休館は第3火曜。祝日の場合は翌平日。お知らせは2つあります。1つ目は、今日の町づくり市連続講座。オンラインあり。テーマ、戦後の鴨川改修計画。 時、6月10日19時から1時間半、料金一般1010 10円、学生500円、申し込みはホームページを確認の上、6月7日までに、多数の場合抽選です。二つ目は、京町屋再生セミナー、オンラインあり、テーマ、京町屋でできること、時、6月23日18時半から1時間半、料金無料、 申し込みはホームページを確認の上、6月20日までに多数の場合抽選です。大学リレー講座京都女子大学テーマ生活習慣病予防と食生活時6月25日13時半から1時間半会場キャンパスプラザ京都 下行区西野東院、塩工事、下がる。料金無料、申し込み不要、先着順。問い合わせ先、大学、コンソーシアム、京都。電話35、353-9140。ファックス35、353-9121。万華鏡、手作り教室。覗いた景色が、 万華鏡の模様のように変化する万華鏡作りほか時6月26日13時半から1時間半会場京都万華鏡ミュージアム中行区姉屋工事東の党員東いる対象は小学生以上小学生は保護者同伴料金6500円申し込み問い合わせは電話かファックスで6月1日から同ミュージアム 電話、ファックスとも、254-7902へ、先着順です。サステナ京都、郵便番号、612-8253、伏見区横王子八端田29、電話、606-2548、ファックス、606-2549、メールアドレス、 moushi, k o m i アットマーク ,susta, i, na, ハイフン kyoto.jp 開館時間は9時から17時、休館は水曜、祝日の場合は翌平日。お知らせは3つあります。すべて料金は無料です。お知らせ1つ目は、環境学習。 アジサイの観察ほか、なお、各講座の日時対象はホームページで紹介しています。時、6月11日から26日。申し込み不要、先着順。二つ目は、ゴミ減量と SDGs。お笑い芸人による講演や施設見学ほか、なお、各催しの時間、対象はホームページで紹介しています。 時、6月18日、申し込みはホームページを確認の上、5月26日から6月7日に、多数の場合抽選です。3つ目は、電気バスのハテナ、乗車体験や講義ほか、時、6月19日10時半と14時から、それぞれ1時間半、対象は4時以上、小学生以下は保護者同伴、 申し込みは電話かメールで6月2日から12日に「サステナ京都へ」先着順です大宮交通公園自転車教室シニア向け講習や電動アシストほかなお各教室の日時対象料金は問い合わせ先に確認してください。時、 6月12日から26日、会場、道園、北区、大宮、西脇台町。申し込みは、電話で、またはホームページから、6月2日から開催日の2日前に、コンズグリーンパーク、電話49、493-1700へ、先着順です。問い合わせ先、自転車政策推進室、電話22、222-3565、 ファックス213-0017アスニー山品地下鉄山品駅7番出口楽トシート電話593-1515ファックス583-0777開館時間は9時から21時日曜祝日は17時まで休館は第2第4火曜 祝日の場合は翌平日。お知らせは3つあります。1つ目はアトリエ山品。金書道応用やフラワーアレンジメント。なお、各講座の日時、料金、申し込み方法は問い合わせ先に確認してください。時、6月21日から8月30日。2つ目はパソコン講座。ワード初級や エクセル応用ほか、なお、各講座の日時、料金は問い合わせ先に確認してください。時、7月6日から28日、申し込みは電話かファックスで、アスニー山品へ、先着順。3つ目は、アスニー山品ムービー、7つの顔。時、7月19日10時から1時間半、料金無料、申し込みは 電話かファックスで6月23日から明日に山科へ先着順です健康福祉について障害保険福祉推進室の事業電話222-4161ファックス251-2940お知らせは2つあります 1> 1難病医療講演相談交流会網膜色素変性症や脊柱じん帯骨化症なお各催しの日時申し込み方法はホームページで紹介「時」「6月19日26日」「会場ハートピア京都」中「中京区烏丸太町下がる」 対象難病患者と家族料金無料2全京都障害者総合スポーツ大会水泳参加者を募集時8月21日10時から6時間会場障害者スポーツセンター左京区高野玉岡町対象 市内に在住か通勤通学の障害者手帳を所持する12歳以上4年4月1日時点ほか料金500円申し込みホームページを確認の上7月4日までに必着ヘルスピア21郵便番号601-8441 南区西九条南田町1の2電話6 6 2の1 3 0 0ファックス6 6 2の2 0 5 5時間9時半から21時日曜祝日は17時まで休み月曜6月28日から30日お知らせは3つあります 1>, 1.「らくらくシニアの簡単クッキング」時「時6月23日7月7日21日8月4日連続10時から2時間」「対象65歳以上料金2000円」「申し込み電話で6月1日から22日にヘルスピアへ」「先着順」 2「食事と健康」「健康の甲は口」でフレイル予防教室保健師等による講話や調理実習ほか「時」「7月8日15日14時」「22日10時」それぞれ2時間なお連続「対象65歳以上」「料金1000円」 申し込み電話で6月1日から7月6日にヘルスピアへ先着順3夏休み子ども水泳教室時7月25日8月1日8日,8日15日連続1は10時から1時間2は11時20分から1時間対象1は 平成28年4月2日から31年4月1日生まれの子ども2は小学生料金各4,400円申し込み電話で6月1日から7月18日にヘルスピアへ先着順健康教室「輝き」テーマ 運動療法と認知症予防時6月24日14時半から1時間会場私立病院中京区五条御前にシール料金無料申し込み不要先着順問い合わせ動員電話311-5311ファックス ファミリー食セミナーマタニティークッキングやワンパククッキングなお各教室の日時対象料金はホームページで紹介「時」「7月9日から16日」「会場ラ・キャリエール・クッキングスクール」 地下鉄市役所前駅一番出口申し込み電話でまたはホームページから開催日の2週間前までに同スクールへ電話0120-071219多数抽選問い合わせ健康長寿企画課電話222-3424 ファックス222-3416体験見学について「悠々美化パスポート6月」最初の「遊は「友」2番目の「遊は「遊ぶ」散策しながらの美化活動10回参加ごとに記念品を新呈時」 10時から50分16日春日公園南区西九条春日町集合23日宮の前公園左京区七ケ谷上宮の前町集合料金無料申し込み不要問い合わせ京都いつでもコール竹の塾 タケノコ栽培説明会年間を通した栽培体験の紹介ほか時6月21日10時半から2時間会場中村実験店西京区大原のお塩町対象18歳以上料金1000円申し込み問い合わせ電話かファックスメールで 6月1日から10日に南部農業振興センター落栽分室へ電話3 2 3の7 3 2 1ファックス3 2 3の7 3 5 0メール nanbunogyo.city.kyoto.lg.jp 多数抽選 花畑スペシャル市動物園でしてみたいことを応募し体験する企画時7月2日時間は内容により異なる会場同園左京区岡崎法商事長料金要入園料高校生以上620円6月1日以降は750円申し込み ホームページを確認の上6月1日から12日に多数抽選問い合わせ同園電話771-0210ファックス752-1974エコトレッキング in 京北八丁川沿いの案内付きの山歩き 時6月12日9時半から5時間半京北森林公園右京区京北東町愛宕田谷、集合対象小学生以上小学生は保護者同伴料金一般2750円小学生1650円申し込み問い合わせ電話かメールで 6月1日から10日に同公園へ電話853の0200ファックス853の0202メール KEIHOKUFORESTPARK2000 アットマーク YAHOO.CO.JP 先着順 山歩きをしている写真があります。料理教室魚のさばき方や京料理ほかなお各教室の日時料金はホームページで紹介オンラインあり時7月5日から25日会場今日の食文化ミュージアム味わい館 JR 丹波口駅西側市中央市場対象中学生以上申し込みホームページを確認の上6月5日から開催日の1週間前に先着順問い合わせ同館。電話321-8680ファックス321-8690 市図書館中央図書館中京区丸太町七本松西入電話802-3133ファックス812-5816右京中央図書館地下鉄渦正天神川駅2番出口三差右京電話871-5336ファックス 八七一の五三四一。伏見中央図書館。伏見区今町。電話。六二二の六七零零。ファックス。六二二の六五五一。第五中央図書館。地下鉄第五駅一番出口。パセオ大五楼西館。電話。五七五の二五八四。ファックス。 時間9時半から20時土曜日曜祝日は17時まで休み火曜祝日の場合は翌平日料金無料中央図書館雨等をテーマにした図書の展示時6月1日から30日申し込み不要 右京中央図書館時1お楽しみ会6月11日25日14時から20分2赤ちゃんからのお楽しみ会6月20日7月4日11時から15分申し込み電話で開催日の1週間前から前日に右京中央図書館へ先着順 伏見中央図書館伏見板橋幼稚園児による絵の展示環境月間をテーマにした図書の展示貸し出し時6月1日から30日申し込み不要第5中央図書館時1夜空を見上げてをテーマにした図書の展示6月1日から30日2 喜劇をテーマにした映映画の上映6月19日10時半から1時間半13時半から2時間申し込み1は不要2は電話かファックスで6月6日から18日に第五中央図書館へ先着順「花瀬山の家」郵便番号 左京区花瀬別所町399電話7 4 6の0 7 1 7ファックス7 4 6の0 3 9 2お知らせは2つあります1初めての野外炊事時7月23日9時半から5時間半 対象、小学生以上中学生以下は保護者同伴料金一般2000円高校生1800円小中学生1000円3歳以上の未就学児800円申し込みホームページを確認の上6月28日までに必着多数抽選 2わんぱくチャレンジキャンプ野外で行うゲームや炊事ほか時8月15日9時半から2泊17日15時まで対象小学3年から中学生料金1万5千円申し込み山の家に申し込み方法を確認の上6月30日までに必着 多数抽選。青少年科学センター郵便番号 612−0031 伏見区深草池之内町13電話 642−1601 ファックス 642−1605 時間9時から17時入場は16時半まで。 休み・木曜祝日の場合は翌・平日入場料一般520円中学・高校生200円小学生100円お知らせは3つあります1瀬戸口所長のサイエンストークテーマ恐竜の分類と骨盤の関係土器 6月26日11時から30分料金要入場料申し込み不要2親子実験教室お茶の科学時7月10日10時14時それぞれ2時間対象小中学生と保護者料金要入場料 申し込み、京都いつでもコールに確認の上6月14日から21日に多数抽選3天文工作教室天体望遠鏡の制作ほか時7月23日10時14時それぞれ2時間対象小学4年から中学生と保護者 料金要入場料小中学生は別途ド材料費各2,500円申し込み京都いつでもコールに確認の上6月7日から14日に多数抽選。ん宮古エコロジーセンター郵便番号612の「 伏見区深草池内町13電話6 4 1 0 9 1 1クス六6 4 1 0 9 1 2時間9時から21時休み木曜祝日の場合は翌平日料金無料申し込み不要 1, まず1開館20周年記念企画展地球温暖化などに関する展示「時」「7月10日まで9時から17時」「2」「イントゥ h ザ・フォーレスト」「森林」をテーマにした水墨画の展示「時」「6月25日から7月24日9時から17時」 次に、スポーツ、運動のお知らせです。市・スポーツ協会の催し。電話315-4561。ワックス315-4521。休み、土曜、日曜、祝日。まず1、健康ヨガ体験会。1日体験6月。時 一吉祥院地域体育館南区吉祥院砂野町8日15日22日29日9時半から1時間二 <丸2> 伏見北部地域体育館伏見区武田第五伝町8日22日29日11時半から1時間 対象16歳以上、1人1回。料金各550円。申し込み、電話で、またはホームページから、6月1日から。丸一は、吉祥院地域体育館、電話691-1271。丸二は、伏見北部地域体育館、電話643-7573。 先着順2チェアビグス教室1日体験時6月の9日16日23日30日10時から1時間会場宝ヶ池公園運動施設地下鉄松ヶ崎駅2番出口対象 16歳以上1人1回料金各1100円申し込み電話で開催日の前日までに同施設電話712-3300先着順3バレーボール教室一日体験時6月9日および 16日17時15分から1時間10分会場横尾寺運動公園体育館伏見区横尾寺下の坪。対象小学3年生から6年生1人1回料金各1340円申し込み電話で開催日の前日までに同館。電話 611-9796先着順夜のヨガ講座コンディショニングフローヨガやバランシングヨガなお各講座の日時料金はホームページで紹介時8月25日から12月19日 会場、ウィングス京都。中京区、東野桃院六角下がる。対象、18歳以上。申し込み、ホームページを確認の上、6月1日から8月4日に。筆着、多数抽選。問い合わせ、ウィングス京都。電話、212-8013。ワックス。 2 1 2の7 4 6 0サッカー J1 リーグ京都サンガ FC 湘南ベルマーレ北海道コンサドーレ札幌戦なお各試合の日時申し込み方法はホームページで紹介時6月26日および 7月2日18時半会場「サンガスタジアム JR 亀岡駅北側」「料金一般前売り各2600円から7500円」「当日各3100円から8000円」「小中学校高校生前売り各900円から7500円」「当日 1200円から8000円問い合わせ市民スポーツ振興室電話2 2 2 3 1 3 4ックス2 1 3 3 3 6 7第五地域体育館地下鉄第五駅一番出口パセオ第五路西館電話 575-2582ファックス575-2583対象16歳以上料金各1万1880円申し込み同館に確認の上6月8日から30日に先着順ます1パワーヨガ教室時 7月4日から月曜12回18時半及び19時45分から1時間2「優しいヨガ教室」時7月5日からは火曜12回10時15分及び13時15分7月6日からは水曜12回13時15分から1時間 ストレッチ教室。時、月曜、水曜、木曜、金曜、10時から20分。会場、山科地域体育館、山科区なぎつじ西浦町。対象、16歳以上。料金、各310円。申し込み、不要、先着順。 問い合わせ同館、電話5 9 5の9 7 0 5ファックス5 9 5の9 7 0 6ふれあいスポーツデーパラスポーツなどの体験時6月19日9月25日2月26日13時半から16時 会場、障害者スポーツセンター左京区高野玉岡町料金無料申し込み不要問い合わせ同センター電話702-3370ファックス702-3372次は芸術文化のお知らせです。 ちょっと素敵な朝からクラシック市公共楽団員による映画音楽などの名曲の演奏時7月21日10時半から1時間会場くれ酒文化センター京阪丹波橋駅西側対象小学生以上料金前売り1000円 当日1500円入場券は同センター等で販売中問い合わせ同センター電話603-2463ファックス603-2465クロノスカルテット世界的な弦楽始重相談による演奏時 9月24日18時から2時間。会場、ロームシアター京都。左京区、岡崎最小次長。対象、小学生以上。料金、一般5000円から6000円。25歳以下3000円。18歳以下1500円。入場券は同シアター等で6月25日から販売。 問い合わせ同シアター電話 746-3201WAX746-3366 古典の日朗読コンテストの作品を募集なお料金申し込み方法はホームページで紹介対象中学生以上問い合わせ 古典の日推進委員会電話三五三の三零六零ファックス三五三の三零五五特別展歴史資料館がある場所時六月四日から八月中旬四日および八月二十日から十月二十三日月曜 祝日は休み。9時から17時。会場、歴史資料館。上京区、寺町丸田町、上がる。料金、無料。申し込み、不要。問い合わせ、等館、電話、241-4312。ファックス、241-4012。 公共楽団定期演奏会曲目「ベルリ・オーズ」の幻想交響曲ほか「時」「8月26日19時から2時間」「会場」「京都コンサートホール」「地下鉄」「北山駅」「1番」「3番出口」「対象」「小学生以上」「料金」「2000円から5500円」 入場券はチケットピアトで6月24日から販売問い合わせ同楽団電話2 2 2の0 3 4 7ファックス2 2 2の0 3 3 2展覧会「時は戻らない」美術家伊藤信明による映像作品などの展示 時、7月18日まで。6月8日は休み。10時から20時。会場、京都芸術センター、中京区、諸町拓役市、下がる。料金無料、申し込み不要。問い合わせ、同センター、電話、213-1000、ワックス、213-1000。 詠嘱診芸術文化特別奨励者を募集対象芸術文化活動を行う住所地活動拠点発表場所のいずれかが市内にある方申し込みホームページを確認の上5月18日から8月31日に消印有効 問い合わせ文化芸術企画課電話2 2 2 3 1一9ファックス213-3181京都芸大郵便番号610-1197西京区大江屈掛町136電話334-2204ファックス 33 4休み土曜日曜祝日大正小学生以上お知らせは2つあります1ホワイエコンサート同大学の作曲専攻生による作品の演奏時6月18日16時半から1時間会場国立近代美術館 佐区岡崎演唱次長料金無料申し込みファックスでまたはホームページから5月27日から6月10日に同大学先着順2定期演奏会曲目シューマン交響曲第3番ほか時7月8日18時半から2時間 会場京都コンサートホール地下鉄北山駅13番出口料金1200円入場券は同ホール等で販売中京都コンサートホール地下鉄北山駅13番出口電話711-2980ファックス 休み第1第3月曜祝日の場合は翌平日お知らせは3つあります1クラシック音楽の勧すすめ東京6人組による演奏時7月23日14時から2時間対象5歳以上料金一般3000円 22歳以下1000円入場券は同ホール等で販売中2デュオコンサート出演ルーシー・ホルシュリコーダーほか時9月9日19時から2時間対象小学生以上料金4500円入場券は同ホール等で販売中3 京都の秋音楽祭開会コンサート曲目チャイコフスキー交響曲第4番ほか時9月17日14時から2時間対象小学生以上料金3000円入場券は同ホール等で7月17日から販売市民370人を無料招待 申し込み、往復はがきで6月3日から16日にひ着。着同ホール多数抽選その他6月1日から7月15日歌のユースホステル右京区うず中山町宿泊代割引キャンペーン2食付きの宿泊対象2人から8人の家族 料金一般3825円から4550円4歳から18歳3565円から4030円1人1泊申し込みホームページを確認先着順問い合わせ同ホステル電話462-2288ファックス 京都環境省の候補者を募集対象市内で環境保全活動に取り組む個人団体申し込みホームページを確認の上6月1日から8月31日に必着問い合わせ環境管理課電話 ファックス213-0922保育園就職説明会採用情報の紹介や就職相談の受付時6月24日13時半から16時会場京都新聞文化ホール地下鉄丸太町駅7番出口 対象、保育士栄養士等の資格を有するまたは取得見込みの方料金無料申し込み不要問い合わせ養保総合支援室電話251-2390ファックス251-2950司法書士による相続遺言セミナーと 法律相談会なお各催しの時間申し込み方法はホームページで紹介「時6月21日会場ウィングス京都中京区東の当院六角下がる」「料金無料」「問い合わせ消費生活総合センター」「電話366-2250」36「ファックス 市営住宅入居者を募集入居予定8月下旬から9月上旬募集数一般32個単身者21個子育て世帯22個ほか申し込み区役所市所等で6月1日から9日に配布の申し込み書で。 6月10日までに必着多数抽選。問い合わせ住宅供給公社電話 223−2142、f a x ス2 5 6の8 0 6 0上下水道の手続き等はホームページから、使用水量・水道料金の確認やクレジットカード継続払い、 口座振替への申し込み等ができます。問い合わせお客様窓口サービスコーナー電話672-7770ファックス672-7773教科書展示会5年度から私立高校総合支援学校で使用する教科書の採択に向けた見本の展示 時6月1日から28日1日曜2火曜は休み1市総合教育センター下京区仏光寺河原町西入9時から21時土曜は17時まで2右京中央図書館地下鉄太秦天神川駅2番出口3佐右京 9時半から20時土曜日曜祝日は17時まで料金無料申し込み不要問い合わせ学校指導課電話222-3811ファックス222-3751「こか防災訓練」時6月25日14時から3時間 会会場、国際交流会館、地下鉄ケア駅2番出口料金無料申し込み問い合わせ電話でまたはホームページから6月20日までに同館、電話752-3511ファックス752-3510先着順 京都観光振興計画2025マネジメント会議市民委員を募集同計画の進捗状況等に関する意見交換年2回程度平日に開催任期4年7月1日から5年6月30日対象市内に在住か通勤通学の18歳以上 その他要件あり、募集数1人申し込みホームページを確認の上6月1日から15日に必着問い合わせ観光マイス推進室電話746-2255ファックス213-2021動物愛護写真コンクール作品を募集。 対象、市内に在住か通勤・通学の方料金無料申し込みホームページを確認の上6月1日から7月31日に消し印有効問い合わせ動物愛護センター電話671-0336ファックス671-0338 救命講習成人や小児乳児に対する蘇生方法化なお各講習の日時会場はホームページで紹介時7月5日から9日料金無料申し込み開催日の1ヶ月前から6日前に最寄りの消防署へ来所先着順問い合わせ教育管理課 電話682-0131ファックス671-1195生徒指導課の授業電話213-5622ファックス213-5237お知らせは3つあります1プラネットクラブ農業体験時 6月13日10時から5時間会場フリースクール惑星学校左京区岩倉永谷町対象不登校状態かその傾向にある市内在住または私立学校在籍の小中学生料金500円申し込みホームページを確認の上6月10日までに必着多数抽選 2キラキラボクシング時6月22日18時から2時間会場本橋プロボクシングジム山科区公細田町対象不登校状態かその傾向にある市内在住または私立学校在籍の小中学生高校生料金高校生2000円 小中学生1600円申し込みホームページを確認の上6月17日までに1着多数抽選3愛用ほのぼのワークショップ専門家による学習会オンラインあり時16月23日12時から27月4日11時から 2時間、会場ギャラリー豪華社北区紫の下取田町対象不登校状態かその傾向にある市内在住または私立学校在籍の小中学生高校生の保護者料金無料申し込みホームページを確認の上16月22日 二、七月二日までに。多数抽選。これで声の市民新聞を終わります。令和四年六月第三百三号。政策は公益社団法人京都府視覚障害者協会。政策協力は朗読ボランティアグループサイズり会の。富江、前川、中西、村上、古橋、浅井、永井。 岸本、緑川、松本でした。なお、声の市民新聞についてのご意見やお問い合わせは、京都市広報課、電話222-3094へお寄せください。それでは皆さん、来月号まで、さようなら。